今年東京オートサロンで発表された新型86 V1 グランプリ投入宣言。各マシン開幕戦へ向けどの程度仕上がってきたのか速攻レポート。 V186 チューニング最前線。まずは7年ぶり V1 復帰この男から。とりあえずね、今 HQS はこのエンジンをもとになんかこうスーパーチャージャーとかなんかつけていってパワー出そうとしてるらしいですよ。新型86に搭載される FA20 エンジンで戦うことを決めた HKS。 そのエンジン開発のキーマンがこの男。 HKS はどんなアプローチでハイパワー化を目指すのか。 GT スーパーチャージャーと呼ばれるスーパーチャージャーを使いまして、ピストン、コンロット、カムを見直した上で650馬力、まあ、600から650馬力を目指した仕様にしていこうと思ってます。で、GT スーパーチャージャーに使うために、インタークーラー、あと電熱系ですね、オイルクーラーなんかも開発を進めております。で全体的な吸気系ですね、こちらの部分もレーシングサクションを含めまして、現在開発の方をしております。そもそも FA20 エンジンとはどんな特性を持つのか、それを解説していこう。トヨタ、スバルによる共同開発、水平対向2リッター NA エンジン。カムは純正でもそこそこのハイリフトカムとなっている。バルブはロッカーアーム式だが、ピボットはラッシュアジャスターではなく SR エンジンで言えばいわゆるラッシュキラーの状態を採用。吸気ポートは大きめで火球を想定しているかのような形状だ。エンジン腰下部分で目立つポイントはノーマルの状態で、エンジンブロックとコンロッドが当たらないようブロック側に切削加工がされているところ。つまりエンジンをストロークアップしようとした場合、より削り込まねばならず強度的な不安が出てしまう。同様にコンロッド側にも切削加工が施されている。シリンダー側はシリンダーライナー変形防止用のリブがなく、パワーを上げていった時変形が起きるかどうかが気になるところ。ライナーの肉厚はあるのでオーバーサイズピストンを入れる余裕はある。 V1 用オーバーサイズピストンを作る際にはスーパーチャージャー下級用にローコンプ仕様のピストンを製作する予定。ただし燃焼室内の形状が直噴方式で特殊なため、直噴をやめサブインジェクターを大容量にし普通のエンジンのようにする可能性も。以上のように問題山積みの FA20 エンジン、 HKS はどう料理してくるのか。続いては日本一の AE86 乗り。みんなができないことやる、それをねできるためにコスワスエンジン乗ってます。ターボチャージャーの開発を主とする AVO ターボワールド。スバル車チューンも得意とするショップに日比野のマシンはあった。エンジンルームにはすでにエンジンが鎮座。輸出用インプレッサに搭載される EJ25 をベースに 2.6 リッター化されたコスワースエンジン。今年も F1 へエンジン供給する信頼実績とも世界トップクラスのブランドである。岡山ドルーピーから派遣されたのはこの両名。 NA からターボへの変更のためエンジンレイアウトは全くの別物。それがようやく組み上がり、今日エンジンに火が入る。ハーネス製作はオーストラリアから専門家が来日、動作確認も終わり、その瞬間を迎える。クランキー、クランキー、クランキー、回します。はい、から一月半、これまでの苦労が報われる。徹夜続きの疲労感もこの瞬間を迎えれば笑顔に変わる。わかりました。Fucking thing。翌日、マシンご一行は岡山へ戻った。エンジンの火入れからわずか3日後、マシンは岡山ビボックサーキットへ。ミッションの機能チェックをすべく早速走らせるという。
ここへドルーピーの親玉が登場。マシンスペックを聞く。まずはエンジン、駆動系について。もともとはね、4発にはこだわった計画で 2AZ っていうアルファードとかあのエンジンを乗せようっていうんで、もう部材も揃えて準備してたんです。12月に届いて、とりあえず乗ってみようぜってみんなで乗ったのよ。この車の良さはここにあるっていうところを感じちゃったもんだから、だったらその重量配分を崩さないためには、じゃあこの末対向のまんまで行くのがベストじゃないかって突然切り替えたんですね。ギャレット製の中身を使ってハウジングがエブ用のハウジングになってる。目標としてはとりあえず700、ただ思いのほか車が軽くできたんで700まではいらないかな。徐々に下が使えるようにしていく方向にはなっていくとは思う。このエンジン の高さはこうドライサンプルじゃないと多分乗らないんで、パワーというよりはその耐久性とかあのライフとかっていう意味で言ってもドライサンプルの方が安全だろうっていうんで、衣装はねホリンジャー の新しいやつですね。フィーリングが軽くなってるっていうふうには聞きますよね。デフは ATS のカーボン、ツアーラー V ですね。8インチ、本当は 8.5 インチのスープラのやつがいいんだけど、もう限界が来たらその時考えるさっていう感じ。続いてドルーピーのこだわり、ボディ。もともとの素材がやっぱりすごく良さそうに見えたんで、やっぱり活かしたいなっていう。その特徴はやっぱり動かしながらのボディには、これもやっぱりそうなってますよね。結局 A ピラーもつながないし、その X のテコの視点になる部分っていうのはちょっと B ピラー周りで、あそこはもうがっちり止めて、であと前後ろ前後に関してはそれなりに動くようには作ってます。最後にドリシャの肝、足回りは DG5の足です。 AE の時も限りなくノーマルに近いぐらいのバネレートになってったんで、日々のあの動きを刺すとかねっていうのはやっぱりこういう割と緩いバネレートにはなってくると思うんですよ。アームレイはもう全部作ってます。オールピロで、フロントはロアームに関しては6センチとか7センチとか伸ばせるようには作ってみて、あとはもうとにかく走らせてみないと分かんない。エビスで空飛ばしてみたり、ボキって角度をつけるあのコマみたいな動きができるとこまではなんとか見つめたいなって思う。セッティングはまだ取れていないものの、快調な音を響かせるコスワースエンジン。転がし染めはメカニックへのご褒美だ。本当に初動かし、記念すべき進水式みたいなもん。その割にはひでえ格好だけど、解体車みたいになってるけど。新品ミッションは入りが悪いなどと言われたりするが、何のその、会長にスコスコシフトチェンジは行われる。よかったね。苦節1ヶ月半、死ぬ気で働いた1ヶ月半。心地よくコースを周回するマシン、何のトラブルもなく転がし染めは無事終了。問題なし。ガチャガチャ入った。はい、ガチャガチャ入った。渋いことも全くなし。毎回ね、この時はドキドキなんだけど、いかんせんそのミッションがちゃんと機能してる、スコスコに入るっていうのと、今乗った感じでももう3500回転ぐらいから出てくるみたいなんで、かなり興味深いエンジンになったんじゃないかと、本当楽しみになってきました。 J
順調なマシンの仕上がりに一度笑みがこぼれる。そしてしんがりはお祭り男。あえて僕が選んだエンジンはこれです。レクサスの ISF V8 5リッターのエンジンです。ボリド86キャラバンは最終地点スコーチレーシングへ到着。完成に近づいていると思いきやこのガランド状態。あれどう、この状況どうなってんの。まあ、今見た目にはねまだ進んでないんじゃないかと思えるかもしれませんが、まあ、ほぼいろいろ仮組みをして一回バラして、という状況なので、あと全てパートが揃えばだいぶ組み上がってくるのかなと思っております。まずはねボディの方です。前回ね今回このスケッチブックかなり役に立っております。いろんな構図面であるとかいろんなの書いたんですが、ほとんど絵の通りになったのかなと。結構ドライビングポジションが後ろに下がるので、メインループはちょっと後ろの方に取り付けてあります。まあ、そこからレギュレーションのサイドバーで、今回ポイントはこれ、これがね、まあ、FIA のレギュレーションでここのバーが入ってるんですけど、ドア上げた時になんかかっこいいかなっていうのと、あと目指す FIA GT3 なんで、ちょっとつけてみました。あとね今回のポイントはね、トンネルに補強を入れてみました。これは何でかっていうと、すごくフロアはしっかりしているんですが、トンネルが、リブも入ってないし比較的ちょっと弱いんじゃないかと。まあ、これはね今まで僕もあまり見たことない状況で、まあ、なんとなく半分シャレでございます。あとポイントはね、いろいろ比較的ノーマルの雰囲気を出そうということで、センターコンソールとかダッシュボードとかもノーマルを使います。まあ、もちろんちょっと改造しますけど、あと内張りとかもねなるべくノーマルをちょっと使ってっていう感じですかね。僕も初めてやりましたが、正直できるのかなと思ったんですけど、すごく楽しかったです。インタビュー途中で一旦作業に戻るオリド。ここから本格的な組み上げに入る。メカニックに任せるわけではなく率先して作業するオリドが、このドライスタンプのポンプがオリドのハートに火をつけた。吸い込みが激しいんですよ、バキュームが。吸い込みちゃいますよ、はい、ポンプときたらスロットルです。これまあ、コルベット用のねアメリカで見つけたパーツなんですけど、今回はワイヤー式じゃなくて電子スロットルです。そしてこれを制御するコンピューター、まあ本当レースなんかではこう当たり前に使われているこうモーテックなんですけども、まあ、これを取り入れることによって、まあ、さっきの電子スロットル含めて遊び心を含めたなんか仕様がねできていくんじゃないのかなということで、まあ、幅の広い車作りをしたいなと思っております。ポコ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 、お前ポコポコ。そしてですね、今回、まあ、最もと言っていいんじゃないですかね、こだわったパーツ、エキゾーストです。大きな排気量の NA の V8 のこうレーシングカーみたいな音をやっぱ D1 会場にこう奏でたいなということで、あえてターボを選ばずに NA に選んだ理由、そしてやっぱりいい音を出すにはいいエキゾーストが必要になってきます。本当にねこう入るスペースがない中に一本一本こう取っていただいて、入られないとこにこうなんとか通していく、まあ、それを間近でこうね作業を見させていただいて、いややっぱ職人はすごいなと本当改めてですね感動しました。職人入魂の駅前に、その完成度は取り付け後を見れば一目瞭然。エンジンとフレームの間に芸術的に収まっている。その傍らでオリドは、今回のサイドブレーキは活かしてるんですよ、見せてあげようか。なかなか世界でもこれをつけてる人はいない。ダブルシリンダー、横2丁のこういうレバーを頼んだはずが、これ縦引きが来ちゃったんですね。これはね全く意味がないですよ、残念ながら。もうどうせこれ来ちゃったんだったら、通常サイドブレーキこう引きますよね。今回のサイドブレーキは押してもサイドが引くっていうね、ある意味ハイブリッドサイドです。マシンを触る時の表情は真剣そのもの。その姿を見るメカニックは、ずっとやってます。あやって長いね。すごいですよ。一応僕らのシェイクダウンの目標はなんと3月20日春分の日でございます。やっぱね僕ら宇宙規模でやってるこうプロジェクトとしては
春分の日、これはね宇宙からのメッセージにはふさわしい日じゃないかな。できるかできないかではなくてやるんですとにかく今全開でやっております。ぜひマックスオールド86プロジェクト応援よろしくお願いします。テレレー